朝4時起きの海運社長でございます金箔が吹いても剥げない国産仏壇。 輪島漆器仏壇店の永田幸喜でございます9月の5日、えー、今日も元気にですね4時35分出勤でございます外真っ黒ですねただですねあの外はとても涼しくて気持ちいいですねやはりあの4時起きっていうのは非常に私いいと思います毎日ですね頑張って4時起きしていきたいと思いますはい今日はですね輪島漆器の技術を生かした天然漆の手塗り仕上げ山 も手作りですねご兄弟の素晴らしい職人さん、はい、あの金箔が拭いても剥げない国産仏壇頑張ってお客様にお勧めしていきます一つ皆様よろしくお願い申し上げます。